6人高町30分一本勝負を行います。青コーナー200パウンドグランナニワ、グランナニワ205パウンドグランハマダ、小さな巨人右手を掲げればグランハマダ、380パウンドアブドラザーブーチェー、早くもクリクリポーズを見せております。アブドラザブッチャードスカラス、飛びまくるかドスカラス、そしてミルマスカラス、線の顔を持つ男ミルマスカラス、さあ武藤刑事、天狗の才能を保持するか武藤刑事、早速この一戦をバイオレンスにお伝えをしてまいります。放送席解説週刊ゴング流魂伝承記者大佐野景弘さん、実況私松崎敏夫です。大佐野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ワクワクしますね。本当ですね、はい、この試合は本当に昭和54年8月26日ですか、この日本武道館で行われました夢のオールスター戦以来の、そんな感じもしますがね。そうですね、先発はドスカラスが行きます。赤コーナーサイド、青コーナーサイドはグラン浜田が行きます。まもなくリングベル、ゴングの音色、今ゴングだって始まりました。夢の6人タッグマッチ30分一本勝負、全日本プロレスよりテレビをご覧の王道ファンの皆さんに真夏のプレゼント、場内からドスカラスコールが連呼されております。全日本プロレスの30周年スペシャルイン大阪では、ドスカラスマスカラス組は安城陽次アブドラザブッチャー組とぶつかりました。8分20秒、マスカラスが思いっきりクロスボディを安城に見舞いまして勝利を手中、その時マスカラス、ドスカラスはアブドラザブッチャーと、まあ、実にリング上で対戦するのが細野さんの23年ぐらいですか。 そうですね、はい、昭和54年以来ですからね、はいはい、8月でしたね、とにかくすごい場外乱闘が見られたわけなんですけれども、今日のこの王道30ジャイアントバトルイン武道館ファーストバトル明るくの戦いではどういう試合が見られるのでありましょうか。まずはニュートラルコーナーであります、グラン浜田そしてドスカラス、まあ、この浜田と、ね、ドスカラスっていうのは、はい、あのメキシコ UWA でね、はい、まあ、階級は違いますけども、まあ、盟友といいますかね、はい、本当に長い付き合いのある気心の知れた中でもあるんですよね。思いっきり状態が浮き上がりました。グラン浜田倒立していって、そしてドスカラス向いたところで真正面からカウンターのキックをドスカラス、これは風車式バックブリーカーで抑え込んでくるか。ドスカラス自分コーナー付近でありますが、ここでもってグラン蹴っていってエプロンからリングした。さあグラン浜田が飛んでくるのか、グラン浜田がクランチャー、浜田も張り切ってますね。そうですね、解説の大佐野武弘さんはこのグラン浜田ドスカラスを担いだことがあります。いわゆるファンクラブ、そうですね、あの両者とも入場の時担いだことあるんですよね、はい、はい、そして線の顔を持つ男ミルマスカラスが入ってくれば、青コーナーサイドはグランナニワが入ってまいりました。マスカラス貫禄たっぷりですね。そうですね、さあマスカラス1942年7月15日の生まれであります。ですからもう60歳であります。180センチ105キロでありますマスカラス。懐かしい技、これ本当いいですね、見てるとね。そうですね、これが出る時のマスカラスは絶好調ですよ。はい、学生時代はアマレストボディービルで活躍いたしました。68月デビューし71年に待望の初来日、全日本プロレス2001年1月28日東京ドームで行われましたジャイアントババ3回忌追悼興行以来の参戦。今シリーズはドスと組みまして、7月14日博多大会では平井なにわ組、7月15日長門大会では大阪八幡組と対戦いたしました。線の顔を持つ男ミルマスカラス、まあ初来日した当時ですが、もうその辺りで線の顔を持つ男と言われていたんで、そうですね、今もう2000から3000くらいじゃないですかね。あ、出た、
さあドスカラスも入りましたよ。じっくりとご覧ください。これが変態飛行テイクオフとなりました。いや今ね思わずね武藤もにっこり笑って拍手してましたね。はい、きっとね武藤もねこれを間近で、ね見れるのは嬉しいんじゃないですかね。そうですね、私たちプロレスファンに本当に夢と希望を与えてくれたビル・マスカラス、さらにはドスカラス真正面、まずボディを蹴りました。グラン成馬腕をぐるっと回していって後方回ります。グラン浜田がこれはブープラトンで持ってくるのか。ビル・マスカラスをキャンバスの中央、しかし綺麗にブリッジができました。ビル・マスカラス恐るべき60歳。そしてヘッドシザーズダブルできた。バックに回っておいてアトミックドロップからマスカラスのラリアット。マスカラスのラリアット、そうですね、はい、あのアトミックドロップはね昔これでホール取ったりする得意技でしたもんね。そうでしたね。テーブラトンで待ってなおも見れる変態コーテイクオフ。さあ飛ぶぞ、ドスカラスが飛んでった。トップロープ最上段から、いや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 、これは飛びません。マスカラス、ドスカラスが飛んでまいりました。今ボディを経過しました。そして武藤敬司が入ってくる。マスカラスから武藤スイッチ、そしてアブドルザブッチャー、黒い印が入ってまいりました。小澤さん、はい、あのこの武道館のマットで武藤とブッチャーがタッグではありますが、はい、ぶつかるっていうのはそうですね、初めてですよね、はい、で今ねロープワークを真似しましたね、ブッチャーがね、ロープワークから頭くるくると、ブッチャーもやる気ですよ。はい、びっくりポーズが出たところ、そして武藤敬司コーナーピンで、いやロープピンでありますが、ブチャー何か出すぞ、何かを出した、登場の長いものを出しました。おーっと一撃武藤に、あっと痛めてる、膝をついた、膝をついてまいりました。アブドーラザブッチャー、なんかね昔のテリーファンクを思い出しますよね。そうですよね、テリーのね、はい、あの腕膝耳とね、はい、フォークでやられたんですよね、はい、さあピック状のものでアブドーラザブッチャーが武藤圭司の痛めている膝のあたりを打ってまいりました。武藤圭司は今日この後グレーとムタとなりまして、グレーとクジとぶつかるわけでありますセミファイナルですから、このところでちょっとこれ痛めつけられてはその試合に影響がなければいいんですが、ぐっさ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 さしておりますアブドーラザブッチャー。カナ浜田が入ってくる。カナ浜田が相手の膝の裏のあたりに自分の2位を落としてまいりました。今度はヒップドロップ、ドスカラスが入ろうと思うんですが、これはレフリーに収められております。アブドーラザブッチャー、これはちょっと辛辣だ。アブドーラザブッチャー全体重をかけても全体重を預けてまいりました。武藤の膝鼠径部が心配だ。アブドーラザブッチャー、これは卑劣な戦法に出てまいりました。ロイズッシュアブドーラザブッチャー、はい、あ今武藤のその鼠径部のあたりに150キロが乗ったわけですからね。そうですね、そしてまた完全に今度青コーナーサイドは武藤圭司の左の膝の裏のあたりに照準絞りまして、グランナにはグラン浜田、アブドラザブッチャーと攻撃を仕掛けているわけであります。依然として赤コーナーサイド、ドスカラスマスカラスが入ろうと思うんですが、それはレフリーによって諌められているわけであります。日本武道館のファンからは若干、特に女性ファンからは悲鳴のようなものが上がっている。アブドラザブッチャーが入ってくる。ブッチャーが入ってきて、うーんとどうするか、じっくりと回り込んでいってブッチャーが地獄好き、シュシュシュが出たところ、アブドラザブッチャー、ブッチャーといえばね、馬場さんに始まり、はい、ジャンボ鶴田、はい、天竜、みんな戦ってきた人ですからね、武藤もここでブッチャーを体験しとかなきゃいけないですね。そうですね、地獄好きだ、若干えぐるような感じ。そしてブッチャーが出るぞ、強烈、そこまでいるぞ、抑え込んでいって、効果カウントは2カウント。武藤毒針エルボー初体験であります。そしてドスカラスが出てまいりました。
ロスカラスがアブドーラザ・ブッチャーにロープに振られる。帰ってくるところは一発のドッキングで返す。綺麗に決まったロスカラス。ロスカラスさらにはロープのハンドを下ろしていったがどうか。来た飛び込み際。そうですね、はい、あのモンキーフリップかなんか狙ったのかもしれないですけど、はい、ね、読まれてましたね。場内のファンの皆さんもシュート言っていますが、これにはマスカラスと武藤がアブドラザ・ブッチャーを2人の合体が見られます。まさか2人で変態効果。2002年の夏のオドーマットに素敵なものを見られました。武藤も飛びましたね、変態飛行。何かもう夢ならば絶対に冷めないでほしいという試合展開。勇者式バックブリーカーはちょっと流れ込んでいったんですが、ドスカラスダブルアームで持ってくる。ドスカラスが今度は勇者式で来る。抑え込んでいったんですが、グラン浜田がカットに入ってまいりました。リング今度はリングの中央で持って、ここはキラードライバーでしょうか。抑え込んで、決まった決まった、一瞬に決まってしまいました。さあ、振り返って岡田さんどうですか。そうですね、ドンジャーの点も見応えありましたし、マッサラス兄弟の魅力全開でしたので、はい、ほとんどマッサラスは天才コアに連打を思いませんでしたね。そうですね、もっと長い時間ずっと見ていたいので、うちに立った気持ちも湧いてると思いますね。本当ですね、ganamos muy fácil, nos ganamos mucho. Yo soy buen trío. Perfecto. Esta semana necesita tanta. No, no hubo necesidad de plancha para ganar. Yo quería hacerla, pero no hubo manera. Esperaba agarrar a Butcher, pero él no estuvo ahí. ¿El parejo sobre Greto? Está grande, está bien, fuerte. Está fuerte. Y tira tope también. Interesante. Aquí estamos. Voy a la orden. Entonces, muchas gracias. Arigato. Arigato de Lomo. Thank you. Arigato, muchas gracias. Excuse me. Hasta luego, Tomás. 開けない終わり方だったと思うんですけど、まあ、ああいうのがね、メキシコのプロレスっぽいかなと思います。急に決まるっていうところがね、いつでも目が離せないっていうのが向こうの持ち味だと思うので。見ました、フライングボディアタック兄弟の。最高ですよね。なんか胸がときめくプロレスって本当にいいなと思いました。次週はですね、9月の12日チャンピオンカーニバル開幕ということで、それに合わせて僕が一番好きだったチャンピオンカーニバルの試合をお届けします。対戦カードは2008年チャンピオンカーニバル優勝決定戦、スワマ VS 棚橋博史の試合です。これはもうぜひ皆さん楽しみにお待ちください。それではまた次週、さようなら。